省エネルギーとは同じ社会的、経済的効果をより少ないエネルギーで得られるようにすることである。略して省エネと言われることも多い。省エネルギーはエネルギーフローの観点からはエネルギー供給量の最小化を図ることであり、そのためにはエネルギー需要量を最小化するかエネルギーの変換効率や搬送効率を向上させる必要がある。 エネルギー需要量を削減するためには、エネルギーの最終消費者が、消費方法を選択、決定して調整していく必要があるが、自動化技術や制御技術によって、省エネルギー化を実現しているものもある。装置効率の向上には、第一に装置によるエネルギーの変換。搬送の前後での状態と装置効率の管理が必要となる。第二には、エネルギーの変換。 搬送装置自体のメンテナンスが必要となる。経年劣化や汚れの蓄積により装置の性能は低下するため、メンテナンスにより、使用時点での最大効率が維持されるようにする、必要がある。隙間風対策のドラフトエクスクルーダー、運用改善補修機器の交換アメリカの産業部門、民生部門では92年エネルギー政策法により、冷蔵庫、ルームエアコンモーター、 大型冷暖房設備などのエネルギー使用機器製造業者に対して省エネ余地を考慮した強制基準を設けており、未達成の機器には回収命令が出される。また、民生部門では、冷蔵庫、冷凍庫、エアコン、セントラルヒーティング、温水機、食器洗い機、洗濯機などにはエネルギー効率ラベリングが設けられている。イギリスでは民生部門において、 最低エネルギー効率基準が定められており、冷蔵庫や冷凍庫には基準を達成していない機器の回収命令を含めた強制基準、ボイラーや洗濯機にはガイドラインが設けられている。また、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機などには強制基準のエネルギー効率ラベリングが設けられている。歴史、編集日本ではオイルショックの時に エネルギー安全保障の面から始められた。一般的な省エネの目的としては、費用の低減が主であるが、限りあるエネルギーの使用量削減やエネルギー利用に伴う環境負荷削減を通した環境保護、経営管理や安全保障の観点におけるエネルギーリスクの低減も挙げられる。1990年代以降、地球環境問題。 特に温室効果ガスの削減が社会問題化して以降、その手法の一つとして重要なものとなっている。経済、産業活動や市民生活に大きな影響を与えずに行うためには、技術開発や各業界の強力な自主的取り組み、市民の協力が必要である。補助金などによる経済的な後押し政策も行われている。日本ではトップランナー制度の導入により、 技術向上が著しい。製品カタログや広告には統一省エネラベルが掲載され、ラベルの年度、星5段階の省エネ性能表示、メーカー名、機種名、省エネ基準達成率、年間消費電力量、1年間使用した場合の目安電気料金が表示されている。これらは省エネ型製品情報サイトから誰でも検索、印刷することが可能である。また、 省エネルギー型製品販売事業者評価制度に基づき、有料店は省エネ型製品、普及推進有料店ロゴマークを使用できる。2004年から2008年頃にかけて起こった原油価格高騰では、光熱費の大きな値上げによって、企業や家庭で省エネムードが高まった。また、2011年3月以降は、東日本大震災によって、東京電力、 東北電力の電力供給力が大幅低下したことにより、両社管内において需要が供給を上回らないよう、ピークカットに主眼を置いた節電が推進されているが、これには全体のエネルギー消費量が増えるため省エネに当たらないような電気以外への代替も含まれる。日本の消費エネルギーの内訳、編集部門別エネルギー消費割合 GDP を 生み出すのに投入するエネルギーの量を日本とアメリカ EU、中国、インドとで比較すると、アメリカ EU は2倍、中国、インドは9倍となり、日本のエネルギー効率は極めて高いことがわかる。オイルショック以降、日本の産業界の石油消費量は減少しているが、一般家庭が使用する電気、車のガソリン需要などが増えており、 日本全体のエネルギー消費量は1980年以降では20から30%伸びている。2009年度の実体産業部門46%、運輸部門24%、業務部門13%、家庭部門12%、その他2%電力44%、都市ガス18%、LPG12%、灯 LP 油25%、 太陽熱1%照明、家電、調理灯39%、給湯33%、暖房26%、冷房2%エアコン25%、照明16%、冷蔵庫16%、テレビ10%、電気カーペット4%、温水洗浄便座4%、衣類乾燥機3%、食器洗浄乾燥機2%、 その他20%法規、編集エネルギーの使用の合理化等に関する法律により各種措置が定められている。省エネルギーの日、編集一般財団法人省エネルギーセンターは1977年より毎年2月を省エネルギー月間、また1980年4月より毎月1日を省エネルギーの日としていて、そのうち毎年8月1日は、 夏の省エネルギー総点検の日、毎年12月1日には省エネルギー総点検の日として重点的に実施されている。ありがとうございます。